はい、皆さん、競馬 V の競馬 V による競馬予想の方やっていきたいなと思っておりますけど、よろしく、どっこいしょ。新年明けましておめでとうございます。競馬 V でございます。今年も一年皆さんよろしくお願いいたします。さあ、やってまいりました。一年の競馬中山金牌にありと言われるぐらい重要なスーパーレースになっております。はい、まあ俺去年もね、中山当たったんちゃうかな、中山金牌ね。ね、ここでこけると、とんでもなく痛い目に遭うっていうのも分かっておりますし、まあ当たらなかったら当たらなかったで、うまいこといくとも関係ないけども、なんせでも中山金牌、京都金牌、金牌自体はやっぱ一の K は金牌にありっていうぐらいなんで、やっぱ当てたいですよね。うん、ということで、でもスタイルは崩さず行こうと思っております。さあ、この中でも一応ね、登録、特別登録の段階なんですけど、僕はこの時点で僕はエピファニーこれね、エピファネーヤ3区、うん、前走、前々走と阪神で 2000m 走ってるっていうところと、まあ坂道、まあ中山と阪神ではちょっと形態は違うんですけども、やっぱ坂のあるタフなこのレース、中山ね、坂もきついんで、考えると俺はここのエピファニーはまあいいかなと。ね、前走前々走とかずっとこの馬あの人気をある程度してるじゃないですか。ということは血統もあれいいですし、まああのそんだけ期待されてる馬でございますから、この金牌でまたガラッと一味も二味も変わるんじゃないかなという予想期待もありのエピファニー買いたいなと思っております。もう素晴らしい一頭になるんじゃないかなと思っております。はい、そして、次もし出てきたらとしたら、このコスタボニーだね、イスロボニーと3区ね、あまり、そこまで強いイメージはないんですけども、前走の中山、2着っていうのがあるっていうのが結構僕の中ででかいかなと。言っても中山コースで中山実績ある程度ある馬の方が僕はいいかなと思っておるんですけども、前走2番人気ながら2着で、前走8番人気ながら8着と、まあこの人気にちゃんと応えてるっていうね、あたりもまあまあどうかなと思うんですけど、まああの中山で前走2着ということは、その勢いでねこの 2000m200 伸びることによって、もしかしたら、あ、しまった、ごめんなさいね、もしかしたら伸びるかもしれないというね、はい、あの 2000m 戦力でずっとこう強かったというイメージはあるんですけども、まあ、2000になったらまた一足変わるかなという期待を持っていこうかなと思っております。はい、そしてあと1頭もし出てきたらとしたら、このマテンロレオ、うん、これも怖いかなと思っております。ハーツくらい3区でございますけども、まあ言うてもあの G1 とかも出て、こう 4着5着とこう、まあ、あのグレードが高いレースでも、まあ、ある程度実績上の上位の方いってるんで、あの落ち目なんかなと思いつつ、もう一回上がってくるっていうね、期待に応えてくれるようなマテンロレオでやってほしいなと思っております。はい、ですんで中山記念、僕は、エミュー、あ、じゃあエミューじゃあエピファニー、そして、コスタボニータ、そして、マテンロレオのこの3頭ボックス、生まれワイド買おうかなと思ってます。もしこの中でね、出てこなかった馬があれば、僕はすぐまたコメントとかツイッターの方で解明変えたりとかもすぐするので、はい、またその時は ご参照ください。そして、この予想がええなと思ったら、グッドマーク、そしてなんせいいなと思ったら、登録、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、説明欄、概要欄の方に、無料競馬予想情報サイトの方、無料登録だけでもしていってもらったら、無料でね、参考になる予想載っておるサイトももしかしたらあなたの中にあるかもしれませんので、それだけでも無料登録だけでも十分です。はい、十分予想あのいい情報載っておるんで、もしよかったら参照ください、ご登録の方ください。はい、ということで中山金牌一丁頑張って競馬 V やっていこうと思ってます。皆さんよろしくお願いします。今年1年よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。競馬 V V